早朝にこちらの旅館で銃声が鳴り響き、館内は騒然としたということです。宿に泊まっていた男性が寝ていたところ、部屋の壁を銃弾が突き抜けてきて、男性の上を通り壁に当たりました。一体何が起こったのでしょう。旅館のオーナーは、パーンという音がしまして、まあ、僕らもちょうど、まあ、朝の5時ですから就寝中だったんで、なんだっていう感じでね。オーナーによると、先ほどの男性の向かいの部屋にはハンターの男性が泊まっていました。ハンターの男性が鹿撃ちのために部屋を出発しようとした際、誤って手が引き金に触れ、猟銃を暴発させたのだといいます。銃弾は部屋の壁を貫通、廊下を挟んだ向かいの部屋の壁も突き抜けました。その銃弾は寝ていた男性の上を通過、壁に着弾したのです。ちょっと顔面蒼白してまして、もう本当ただただ申し訳ない申し訳ないと深々と頭下げてましたね。弾がこれで外に出て、あの民家の壁に直撃したとか、弾がなくなったということになればもっともっと問題になりますから、旅館の中に弾があったってことはまずもって不幸中の幸いだったかなと。怪我人はいませんでしたが、大惨事になる可能性もあった猟銃の暴発。猟銃に詳しい専門家は、通常は起こり得ないです。獲物がいてから安全な場所で弾を装填する、で発射する機械が遠のいたら実砲を取り出す、これに尽きると思います。警察は銃刀法違反の可能性もあるとみて、当時の状況を調べています。